吉田さん、懸垂動画ね、見たんですけど、なんか、1年やっただけでも、全然すごい体になってますね。まあもちろん、1年やったと言っても、1日に10回やったのか、それともね、2、3時間やったのか、その度合いはわかりませんけども、でも1日10回にしても20回にしても、私は1年間継続してやったことはないですね。でもやれば、ああいう風になるんだろうなって気はします。その代わりビジネスは1年どころか 今までね、ほとんどの時間をそれに費やしてきました。まあ今でもやってるといえば、やってるようなもんなんですけども、つまり、ビジネス筋肉は結構ついてるんじゃないかなと思うんですよ。で、それを、まあ私なりに証明する言葉としてね、こういうのがあるんですよ。というのが、あの、またね、質問いただいたんですよ。今まで何回も答えてきた質問なんですけども、久保さんと、儲かる儲かるって本当は儲かんないでしょと。だって、 本当に儲かる方法があるんだったらわざわざ人に教えるわけないじゃないですか一人でこっそりやるでしょだから儲かる方法ですよって人に言うってことはそれでなんか裏があるんでしょみたいなこと言うわけですよいやーなんかねこれはねはっきり言って貧乏人の考え方ですよこんなの敗者の考え方負け犬の考え方自分勝手な人の考え方なんでかなんでここまでひどいこと言うかっていうといや普通にね 儲かる方法があるんだったら人に教えたいじゃないですか。みんなに儲けてほしいしみんなにいい思いしてほしいですよね。それをね、あたかも当然のように儲かる方法があるんだったら人に教えずに自分でこっそりやるでしょっていうのは自分さえ良ければいい人の発想ですよ。私はね、時間とお金を手にして思うのは自分だけ自由でもダメなんですよ。周りの人もお金や時間に気にならないぐらいになってもらわないと自分と同じ目線で楽しめないですよ。 ね、例えばグループ、友達グループがいてね、一人だけむっちゃくちゃ貧乏。で、同じように、コンサート行こうぜ、飲食店行こうぜ、飲みに行こうぜ、カラオケ行こうぜ、スキー行こうぜ、言えます一人だけいつもお金がないから、ごめん、ちょっと、今月きついんで、みたいな感じで、グループでいることがすでに、お互いに苦痛じゃないですか。逆にグループの中に一人だけ金持ちがいてもダメですよ。一人だけね、スネ夫みたいな人がいて、いやー、僕またね、車買っちゃって、いや、パパの知り合いのね、車屋さんがね、とか言ってね。 腹立つだけじゃないですかこれ。だから私は思うんですよ。いや自分は時間とお金なんとか手にしたぞよしじゃあ私の放送で身近に来て私のことがねすごく気に入ってくださる方は金持ちになってほしいなと。時間をたくさん自由になってほしいな。これを普通にこう思いますよね。でも自分に好意を持っている方とか自分が気に入ったいわゆる仲間になんでね いい方法を教えずに自分だけこっそり稼ごうかなって発想になるんですすかってことですよ。ビジネスずっとやってきてお金に対してねものすごく苦労したなとかねお金って本当ありがたいなみたいに金に誰よりも真剣に向き合ってきた結果ねあこれ結構いい方法だなと何度試しても同じようにすごくいい結果が出るなと思ったら人に教えたいですよね。なんでね本当に儲かる方法があるんだったら人に教えるわけないみたいなそんな身勝手な発想になるのかなと私は思っちゃうんですけどもね。 いかがでしょうか、ねうんいや本当に儲け話があるんだったら儲ける方法があるんだったらそれこそどん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 人に言いたくなると思うんですよねだから自分だけその徳とかその私はねもう誰もが内緒にするようないい話がもしね私の耳に入ったらもう手当たり次第にそれを拡散しますねもう無償でどんどん教えてあげますよみたいな感じですよね そうなった方が絶対にいいと思うんですけどね、うん、いかがでしょうかいってらっしゃい